お魚取りたいけどあんま、ああいた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 、来てる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 、わあ来てるな。あ、てか三葉虫ですね、これは三葉虫だ。ちょっと今からですね、新しいクラフトのこのコンストラクションテーブルかな、さらにいろんな近代的なアイテムが作れるようになるこちらですね。はいはいはい、あ、ファイバーカッターか、ファイバーカッターだ、ファイバーカッターを作るのか。そう、それがないとこれですね、ポリマーとかができないので、これを覚えるために、覚えるというか作るためにちょっとオイルですね、海の中から取っていこうと思います。で、オイルの方が海の中か雪山地帯ですね。なのでとりあえずちょっとこの一浪に乗ってですね、オイル探したいと思います。酸素メーターに気をつけながら行きましょうね。ご飯あげた方がいいか、一浪にも。魚とか食べれるの？あら、すごい旋回速度速いけど難しいですね。あ、何にも入ってないな。ちょっとどっかで一浪のあれを渡しましょうね。で、海の中結構あのメガロドンでしたっけ、あのサメが結構やばいので、それに注意しながら行きたいですよね。もう深いとこ行ったらサメがいるので、で海底洞窟とかもあるみたいなんで、それも探していきたいですよね。うわー、もうダメだ、息が続かない。お、危な完全に浮いてるけどいいんですかねこれ。こういう、あとはカブトガニですよね、あれも結構オイルとか落とすらしいので、ちょっとこう海の中を潜りながら探していきましょう。とご飯メーター減っちゃってんな、やっぱアルファラプターがいる。これで見た方が見やすいかな。ちょっと海の方は全然探索してなかったんで、いろいろ見ておきたいですね。あー、そこサメかな、わ、なんかいるな。あー、メガロドンか。ちょっと魚取って一郎のご飯あげなきゃダメだなこれ。魚取りたいけどあんま、あー、いた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 、来てる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 、わー来てるな。一度逃げましょう。どこまで追いかけてくるんだろう。ちょっとダッシュで逃げよう。逃げ切れたかな。やっぱサメよりか、あー、ここにカブトカニがいっぱいいる、これ取ろう。安全かなこの辺りは。大丈夫か、大丈夫そうですね。はい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 、襲ってこないんですよね多分。ちょっと周りを注意しながら取らなきゃいけませんね。カブトガニ、あ、てか三葉虫ですねこれは、三葉虫だ。あった、そういえば水中の中ってクロスボウ撃てるのかな。あ、撃てる撃てる撃てる、あ、撃てるんだ。え、どこまで行くのこれ。お、やった。おー、オイル取れた。あ、これでもオイル取れるのか。三葉虫もいいですね。あそこ行きたいけど、ちょっとサーベルがいたからやめとこう。あ、いっぱいいる、ここら辺三葉虫だらけですね。あ、これは弱い、さっきのレベル高いから強かったのか。あ、襲ってきてる、
嘘。襲ってこないですよね。陸上に上がるのこれ。陸上に上がって大丈夫なの山陽地。あ、レベルも上がった。ちょうどいいですね。ほうほうほう。見た目が気持ち悪いですよね。よし、今レベル62か。まだまだレベル低い。水中のあれちょっと上げとこうかな。なるべく今は浅瀬。潜水服とかも出たらしいんですよね。あー、これだ、オイル。あー、サメがいる、サメがいる。ここにはダメだ。これサメ倒せないかな、クロスボウとかで。上がってくる、こっちまで上がってくるんだ。一郎とか避難させないとまずいですね。足踏みして浅瀬に上げてハメ殺しできそうだけどな、サメ。やばいやば、2匹も来てる。内側におびき出してから向こう行くか、さっと。やばいですね。てかサメをテーミングしたいですよね。ちょっと今はないので、さっとこの間に行って巻く感じですね。で、オイルを取りつつ、よしよしよし、取れた。あ、10個取れた。結構取れましたね。危ない危ない危ない、息が。ほう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 。真珠とかってどれなんだろう。真珠も今後必要になってくるんですよね。重っ。まあなんか拠点ができてる、ここら辺。あ、ここら辺スーパーヒロさんのあれか。あ、水の中は見えないんですね。やばいやばいやばい、溺れてる溺れてる。ああ、いっぱい船がある。オイルありますね、ここにも。サメいないかな。ちょっと一度上がってから行きます。あ、いっぱいある、オイル。オイルいっぱいあんな。ここいいですね。酸素吸ってさっと行きましょうか。はい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 、もう一個いけそうだな。はい、結構オイル取れましたね。もう作れそうだけどな。うん、この辺り寒いみたいですね、だいぶ。あ、あー、これがあれか、真珠。これ何、何、何、これ。ああ、こうやって取れるんだ。あ、これなんですね、真珠って。結構浅瀬で取れるんですね。はあ、はあ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 。これは便利けど寒い、この辺り。こうやってヒロさんが植えたとかじゃないですよね、天然ですよね。植えてたら密漁だな、完全に。あ、すごいすごい、真珠だらけだ、この辺り。密漁かこれ。よく原理が分かってないんですけど、天然ですよね。ここら辺こんなに出るもんなんだ、すごいすごい。あ、いい場所取ってんだ、ヒロさん。はい、
寒いからよく出るのかな。あ、大量じゃないですか、本当に。やばい量。あ、マンモスがいる。マンモスもちょっとこっち側でテーミングしたいんですよね。山本山連れてくるのなかなか大変だからな。わ、寒い。あ、オイルもある。美味しいぞ、この辺り。大量に取っていきましょう。これで、オイルを。10個ぐらい取れますね、1つのオイル柱から。12個取れとか。はいはいはい。2個ある。あ、もうこの際だからいっぱい取ろう、本当に。わー、何これ。三葉虫だらけですね、この辺りは。サメに注意しましょうね。やっぱこのイチローがいるとだいぶ移動が楽だ。すぐ移動できていいな、水中を。うわー、すごいな、これ。なんかありそうで、水中の洞窟もあるみたいなんですよ。これそうじゃないか？これ違う？これそうっぽいけど。あ、これ？違うのか。なんかありそうですけどね。わあ、すごいな、これ。やばいやばい、死んじゃう死んじゃう、こんなとこいたら。よし、戻りましょう。わ、体力半分に減ってるじゃないですか。やば、全速力で帰ろう。 やばいやばい。あ、ティラノがいる。やばい、資源の宝庫ですね、海は。危な。おー、よかった。これで温まりましたね。よし、帰ってこれた。早っ。あっという間に帰ってこれますね。お肉がないか。120個。オイル52。よし、OK でしょう。今ですね、ようやく資源の方溜まったので、これですね。クラフティングのファイバーカッター。これを山小屋ですね。ここはいっぱい資源取れて中継地点にもなるので、ここで作りましょう。はい、クラフトアイテムで、結構やっぱ真珠が入るといろんなサドル系もできますね。とりあえずこれにして、この辺りに置いとくか。ここ便利なんですよね、何かと。お、でか。結構でかいですね。うわ、でか。まあ、いっか。ここら辺に置きましょう。わお。工場みたいになるんですね、これ。で、ここで、ああ、これ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 。ああ、オビシディアン。これか。これとセメンティングペースト。うわ。これはすごい使うな。一応43あるけど、セメンティングペーストをバンバン作んなきゃダメですね、これ。セメンティングペーストは何でも使うからな。ガマ吉大活躍するかもしれない、本当にこれ。ガソリン。ガソリン。ガソリンってどうやって作るの？ちょっと待って、ガソリンって何それ？ガソリンがなきゃ動かないって出てきましたね。何これ、太鼓とかがあるんですけど。なんだこのお遊びアイテム。それよりも、今ですね、ウィキ見てきたら、どうやらですね、ガソリンはこのオイルをかまどで焼くみたいですね。かまどってこれでいいのかな？これでできるの？あ、ハイド、皮のことか。これとこれを一緒に焼けってこと？これでいけるのかな？ああ、できたできたできた。ガソリン5個。これ同時に焼けてんの？ガソリンですね。やったやった。これでできるんだ。はあ。で、ガソリンを入れて、で、
わあ、すごいな、これ、どれも。あれ、まだできないぞ。ターンオン。動いた、動いた。こうやって使うんだ。へえ。これでようやく8個か。なるほど。エンジンオンオフなんですね、ガソリン式で。はあ。いろいろ。これも作りたいんですけどね。やっぱセメンティングペーストが、あれですね。タフマンの上に家が作れるっていう。これ早く作りたいな。これも作りたいですけどね。でもやっぱセメンティングペーストどれも必要だ。ベヒーモスゲートが20も必要なの。やばいな、これ。セメンティングペース35。鬼ですね、ちょっと。かなり鬼ですね。